お菓子大好き15歳戸田純。みんな今日も元気？歯磨いてる？私は7分の22っていう数字が多いアイドルグループに入ってるよ。ある日ね、いきなり GIP ってところから手紙が送られてきて、アイドルにならないかって言われたの。ちょっとだけ怪しいなって気がしたけど、なんか面白そうだなって思って OK って言っちゃった。だって私のモットーは、人生は遊園地、来てしまったら楽しまなければ損だ。だからね、勢いでアイドルになるって決めたけど、今では良かったなって思ってるよ。みんな面白い人ばっかりで、本当に毎日退屈しないんだ。あ、でね、最近は六番町学院っていう芸能人の学校みたいなところに入ったよ。このトップアイドルグループの人たちに頑張って勝とうとしてるんだけど、これがなかなかうまくいかなくてね。歌も踊りもすっごく上手い人たちなんだ。ねえマネージャー先生、私たちどうやったらあの人たちに勝てると思う？ん？どうして黙ってるの？え、自己紹介を取ってるから？あ、そっか、そういえばそうだった。ごめんごめん。私何喋ってたっけ？あんまり覚えてないけど、まあいっか。あとは編集でいい感じにあれしておいてね。ということで。どういうことで？戸田純でした。これからもいっぱいいっぱい頑張るから、私たちのこと応援よろしくね。お菓子だよ。おーい、食べないのかな。もしかしてお腹痛いの？あ、マネージャー先生、やっほー。今池にいる亀さんをお菓子で呼んでたんだよ。背中の甲羅ってどんな感触かなって考えたら、なんだかすっごく気になってきちゃって。ぬるぬるかな、それともツルツル。いや、意外と苔でふさふさしてるかも。そうかな。でもこんなに美味しそうだよ。他にもほらたくさんあるよ。ポテチにチョコレートに、あとバナナも。バナナ？そっか、バナナが嫌いな人はいないもんね。ほーら、バナナだよ。分けてあげるから、背中の甲羅をなでなでさせて。やっぱりお腹痛いんだよ。バナナを食べない理由って他に考えられないもんね。私、お腹いっぱいでもバナナならつるって食べちゃうもん。よくわからないけど、マネージャー先生が言うなら次はそうするね。待ってて亀ちゃん、明日こそ甲羅を触らせてもらうんだから。ほれほれ、おいしいお菓子だよ。おーい、まだお腹痛いの？だったら胃薬飲む？あ、マネージャー先生、また会ったね。今日もたくさんお菓子買ってきたよ。亀の餌はね、なんか黒っぽくてあんまり美味しそうじゃなかったから買わなかったよ。どうせ食べるなら美味しい方がいいもんね。ほら、このリンゴクリームの入ったビスケットなんてどう？え、マネージャー先生が？美味しくなさそうだし、食
今のうちにそーっと。あ、うわっ、なんて言うんだろう、すっごくニュルリンって感じ。ぬるっじゃないの、それよりももっとすごくて、やっぱりニュルリンって感じがするよ。すごい、面白い。ねえマネージャー先生、この子部屋で飼っていい？寮はペット禁止だから。無理だけど、たまに会いに来るからね。その時はまた甲羅触らせてね。